は日本のメンタルトレーニングの研究指導の第一人者西田文雄さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、西田先生の、はい、まず仕事の内容を聞かせていただけますでしょうか。いろいろな分野の方々のこの脳をですね、最強思考にするというお手伝いをさせていただいているという感じですかね。なるほど、はい。でその実績とは、スポーツ選手からいろんなビジネスパーソンからいろんな方がいると思うんですけれども、その最強思考っていうのはもうちょっと具体的にどんなことになるんですか。はい、例えばいろいろなことをやるときに、人間の脳っていうのはその10万台のパソコンよりも優れてる。でマイナスのデータが入ってるとですね、どうしてもそれに動かされてしまう。で一番最強思考は誰かっていったらですね、実は赤ん坊なんですよね。赤ちゃんの脳っていうのはマイナスのデータが入ってませんから、赤ちゃんの時ですね、立って歩くという目標に対して何百回何千回ひっくり返っても諦めないですよね。そして立って歩いてしまうと、でもし赤ちゃんの時に100回ひっくり返ってですね、立つという目標は難しいと思ったら今日ハイハイしていってらっしゃるはずなんですが、実はその赤ん坊の時には否定的データが入ってないもんですから何でもできるというふうに思っていて、それがだんだん脳への入力、否定的入力でその脳の中に、一般の皆さんがおっしゃる潜在意識の中にその否定的な常識枠ができちゃうわけですね。でそれを取り払うとですね、一代で大成功する人というのは各分野でですね、何でもできると思ってるんですね。 99% の人が常識で考えて無理だと思ってることをできると思う人がいるわけですね。でそれはもうまさに赤ちゃんと同じ最強思考なので大人ですから危機管理も必要なんですけども、いろいろなその否定的な要因があってもですね、それにチャレンジしていくという、そういったその脳がですね、本当に強いの、最強の脳になるもんですから、それをスポーツやビジネスやいろいろな分野でですね、そうなるようにお手伝いをしているということですね。